ゴルフネットワーク。今日一人ゴルフですけど、深堀さん。はいはい。どうですか。いや、一人ゴルフ好きですからね。あ、本当ですか。もともと一人遊びが好きなんですよ。なるほど、はい、結構、でもあんまりやる機会ないですよね。でも、あのね、一人で僕のマネージャーと二人で回るっていうか、あの一緒についてもらって、あ、はい、回ることが結構あるので、へー、好きなんですよ。研修生やった時も一人で回ってたし、はいはいはい、ゴルフコースが一人で回るってなかなかできないんですけど、通常はね。確かに確かに。でもね、一人は嫌いじゃないです。あ、そうなの。それと暗いと思われるけど、別に苦にはならない。苦にはならない。何度かね、あの見たんだけど、はいはいはい、あの一人で見せてもらったんだけど、はい、一人は寂しいとかないしょとか言われたりとか、女子の選手いたけど、はいはいはい、そういうのはあんまりないかな。なるほどね。うん、逆にこう黙々とこうゴルフ場と向き合えたりとか、で、うん、自分がやりたいことをこう考えながらやってたりするから、あ、うん、そういう意味ではそれも別に苦にならない。で、しかも今日コースは湘南カントリークラブ。そうですよ。よくでも入れさせてもらいました、この名門に私が。楽しみに、井上選手さんのコースですね、はいはい、あのこれのエリアもすごくあのゴルフコースいいとこあるし、うん、はい、楽しみですね。はい、楽しみです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、一人ゴルフいかがでした？楽しかったですね。あのゴルフって今日話す機会もってこう話したけど、きっとあの自分の声っていうものが自分持ってて、皆さん、はい、でそれとこう対話しながらラウンドしてるはずなんですよ。うわー、緊張してるなとか、曲がったな、どうしようとかって、はいはいはい、ああいうの僕らもあって、うん、それを言葉にしながらやって、うん、もしね、見てる人がプロもこう考えてんだとか、うん、何かって伝わってよかったし、僕も緊張に負けそうな時、あえて自分に語りかけて、はい、まあ、野球で言ったら桑田さんとかね、はい、ずっと語ったとやってたことがあったので、まあ、話しながらやるっていうのが、ね、それを今回結構言葉に、うん、結構にしてくれたってことか、うん、自分で意識してて、まあ、そういう感じで言ったかな。なるほど。だからあの言葉って話すと緊張も取れるんですけど、今日ちょっと取り切れなかったですけど、はい、自分の思ってるものが何感じてるかって分かりやすいからいいですよね。前向きな気持ちなのか、はい、で結構アマチュアの人も、うん、こう自分の言葉に素直にこう聞き入れて、うん、声に出してみたりしてもいいかもしれない。で、話してこれこうだからこうしようって言葉にした方が中にたまんないで、はい、表出たから次打つ時楽なんじゃないかなと思ってやってるんで。ああ、なるほどね。そっか、それを聞いて自分の声を聞いて、そう、もう一人の自分が、僕もいつも話しながら、はい、自分がいてもう一人の自分がいて、特にいい時なんて、はいはいはい、そのもう一人の自分と語りながらやってるっていうことがあったので、はい、まあ、そういうふうにやることが実は一人でやってるんだけど、うん、もう一人自分の本当のキャディーさんとかパートナーがいるっていうことであるんじゃないかと思うと、一人で回るのも決してつまらなくない。なるほど、うん、でパートナーいないとね、誰かに寂しいっていうのもあるけど、うん、僕は一人で回るの結構好きで、昔から練習で、うん、まあ、そこ練習でもあのちょっとグリーン周りのアプローチで何でも自分と、もしろ自分と語りながらやると楽しみはあるから、うん、まあ、僕はやってたので今日それがね、こういう機会でまたできてよかったです。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、負けたな、内容は。曲がり倒したの。どうですか、今回見どころありますか。見どころ、必死。結構必死にパーを拾おうと思ってやってました。なるほど、深堀さんが必死になってる姿。必死だな、パーオンだってあんまりできなかったもんな。へー、あの調子はさほど悪いわけじゃないんですけど、うん、はいはいはい、やっぱりコースから来る圧力に自分が完全に負けてましたね。自分がこう余計な動きしてちょっとミスになってたのでね。あの本当にこう待ちに待った湘南カントリークラブです、うん、いかがでした？もう本当にごちそうさまでしたと言えないですね。もう少し食べたいですね。もう少し、うん、じゃこの後後半も今後もぜひここは、はい、多分季節によっても、うん、日によってもコースの顔色が違うし、はいはい、これだけね、今日コースコンディション多分グリーンが多分相当ね、うん、気使ってくださったかもしれないですけど、かなりいいコンディションにしてくださったし、うん、あの癖も少ないですから、はい、でパッティングいいパットすれば多分入ってくると思うんで。なるほどね。そういう意味ではあの皆さんの協力のもとに取り組みました。そういったコースも見どころですね。そうですよ。ありがとうございます。ここ井上誠一さんの、ね、歴史ある、まあ、あの
土地柄がいいですからね、土がいいところにきっと作ってるから芝付きも持ってる木もそうですしね、このエリアの良さが出てますね。ありがとうございます。ありがとうございます。